話は公職選挙法に違反する可能性がありますので。どこどこに勤めているので、〇〇さんの応援は表立ってできないんだとか、この地域は〇〇さんを推してるからとか、応援したい候補者の選挙カーが来ても家から出て手を振ったりできないであるとか、またですね、〇〇さんに逆らったらこの地域では生きていけないなど、です。投票所での撮影についてです。ちょっとこれ前段が長いんですけれども、とても重要な部分ですのでご理解いただきたいと思います。憲法第15条4項に、すべて選挙における投票の秘密はこれを犯してはならないとあります。誰が誰に投票したかわからないように投票者の秘密を守らなければなりません。これは他者から不当な圧力を加えられることを防ぐ必要があるためです。しかし、これが守られない可能性に危機感を感じております。これまでいろいろな話を耳にしてきました。どこどこに勤めているので〇〇さんの応援は表立ってできないんだとか、この地域は〇〇さんを推してるからとか、応援したい候補者の選挙カーが来ても家から出て手を振ったりできないであるとか、またですね、〇〇さんに逆らったらこの地域では生きていけないなど、です。7月の選挙でもこの現状を何とかしてほしいとお願いをされました。その方はですね、自ら声を上げることはもう怖くてできないとまで言われました。私から見ればこの状況は異常です。しかしながら、こんな状況でもあってでもですね、投票の秘密が守られていれば投票者の自由意思で投票ができます。たとえ、圧力をかけられていてもですね、投票所で違った人の名前を書いて、投票をするということは可能です。それが投票所で撮影ができるということによって、名前を書いた投票用紙の画像を撮ってこいというようなことを言われたら、違う名前を書くことができなくなるわけです。現状ですとそういったことができるような状況であるため、そういったところを放置することは極めて危険であると感じます。投票の秘密を守るために投票所での撮影を禁止すべきと考えますが、どのようにお考えか伺います。答弁を求めます。竹本事務局長。先ほど田辺議員が聞かれた話は公職選挙法に違反する可能性がありますので、そのようなことはやめていただきますようこの場をお借りして強くお願いしたいと思います。投票所内での撮影については公職選挙法では、直接禁止していません。ただし撮影する際のシャッター音とか撮影に伴う所作など、そして他の選挙人に対して不安感や動揺など心理的な影響を与えることや、他の選挙人が映り込むなど投票の秘密保持や投票所の秩序保持に必要がある場合には、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときには投票所外に退出させることもできます。以上です。答弁を終わります。田辺議員。先ほどおっしゃったような理由で投票を制止することはできるということだったんですけれども、その方が自分の投票用紙を取っている行為そのものは禁止できないというような状況だというふうに認識してもよろしいでしょうか。答弁を求めます。竹本事務局長。選挙人さんが自分の投票用紙を撮影することは禁止はしておりません。ただ周りの投票者の方が映り込むようなそういう取り方は控えていただくようにしております。以上です。答弁を終わります。田辺議員。分かるんですが、ただでもやはり取れてしまうという部分ですよね。それは、この先の東京都知事選挙で、その方でですね、かなり自らが投票した投票用紙の、名前を記入した投票用紙の画像というのはかなり出回って、私もかなりの数目にしました。その方はですね、自分の自由意思で名前を書いて私はこの人を応援してますという発信だったので、それについては問題ないんですけれども、その自分の自由意思でないものが取れるというような状況が問題ではないかというふうに私は捉えております。投票の秘密っていうのは守らなければならないものだとは思うんですけれども、そういった意味での撮影なんて言ったらいいかな、守られない可能性のある状況を是正するという考えはないのか伺います。答弁を求めます。
竹本事務局長。先ほども、回答しました通り、投票の秘密を保持しなければならないことは当然でございます。けれども、先ほども言いました通り、撮影を禁止するという規定がございませんので、一律に禁止することはできません。以上。答弁を終わります。以上。田辺議員。規定を作ることはできないんでしょうか。答弁を求めます。竹本事務局長。県内の他市の状況を見ますと、やっぱり一律に禁止というところは一つもございませんでした。先ほども説明した通り、法的に撮影を禁止していないため、各市もそのように踏み切れないということだと思います。他の市の対応としても、撮影を控えていただくようお願いしている程度にとどまっているというところでございます。以上です。